まあ、もうちょっと30分とかちょっと意識してもらってという感じで、意識高めで、意識高めで、はい、じゃあ行きますか、はい、よーいスタート。うまい切り方でやっぱ違うね。いやこうバンバン料理動画出していこう。本当ですか。うん、食べに行って、みんな食べに行ってあっちよ誰なんだよ広島の料理店も行きたいな。いやー広島住田さん案内したいね。うん、いろいろ広島のいいところをね紹介して。今んとこ何作るかまだ全然わかんないですか。メインの問題が出てる。そんなわかんない。うまいですねやっぱり。普通に動画外でも作ってるでしょ料理を。いやそうですね、それこそ2人でサンマ定食作って食いましたねそれでね蒸し野菜を私は作っていきたい。便利だよね。めっちゃ便利。さあそして魚ですね。ブリです。おおいいね。 KK は魚好きだからな。めっちゃ好きっすわ。だから捌く動画も 出そうと思ってるんだよね。そうっすね。おお、そしてこれはなんか高そうな肉。はい、こちら本日のメインディッシュでございます。うまそう全然音がないな。シューン弱火でいこうか。ちょっとあと俺が作る唐揚げめっちゃうまいですからね。マジで、はい、前日からあの仕込んでくんで。うわやばやばそれやりたいな唐揚げ。俺カレーを主食でじゃあ作りたいな。あいいね。食べたことあるよねカレー。カレーうまい、こいつのカレー。マジでめっちゃうまいっす。え、お前めっちゃうまいじゃんって言いましたもん、あれその時母さんのよりうまかったよ。それはね、それは余裕は思っとっても言うわ。思っとっても言わんし、思ってもないしね。ほんま？うん、そう、比べるもんじゃないんだけど。もこみちスタイルの描き方なんだよな。その左手は何なの、その添えです。添えバスケットボールでしょ、うん、添え添え添えって言うんだ、それ。はい、バランス取ってます。なるほどね。歌う時のこの左手みたいな腹減ってきたわ。マジックサルタタイ、これがいいの。これが美味しいんですよ。ほんとだ、見た目いいね、なんか、はい、高級のなんかいい肉なんですよ、うん、熟成肉みたいな。いいね。包丁使うけまだ。私は使うよ。私は使うよ使うんかい。じゃあ、じゃあ聞くよ。別に使うよ。もうちょい塩やってまず蒸しとくよ。余熱で。ヨネスケ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 。怖い怖い。ちっちゃいな。怖い怖い。ご飯ください。ご飯ください。お母さん。怖い怖い。男二人でこんだけ整理されてるのすごいよね。俺が最近買ったので、うん、おすすめのもの。うん、この米びつめっちゃ可愛くないですか。可愛い。男男。めっちゃ可愛くないですか。男すか可愛いっていうのおかしいけど。可愛いね。一目惚れ。中身は？一目惚れってこと？違う、中身はコシヒカリ。ややこしいな。ややこしいな。一目惚れなんだけど、コシヒカリなのよ。お、一品目来ました。うまそう。一品目、ブリの照り焼きの完成。うまそうだな。うまそう。さあ、肉を。うまそう。やば。飯テロ。飯テロだよ、マジ。やば、マジ腹減ったんだけど。マジこれ飯テロ。いい匂いがしてきましたよ、どんどん。めっちゃいい魚もあるし、肉もあるし。うまそうだな。それフライパンまずさ、これをおアルミにくるんで、うん、少しこれで余熱で火をゆっくり入れていきます。蒸していく感じ。はい、うまそうやな。じゃあ美味しくできるといいな。美味しくなーれ、美味しくなーれ。第2弾どんぐらい上までいけんのそれ、高さ。あ、もう、上ある、あるだけお、高いよ。あ、高い。高っ、高っせっかかってんの、ね、いや。めちゃくちゃこぼれてないえさあ、そしてタイガがスープ作りをしてます。スープ作りを。お、そしてスープに何かを入れてる、はい、これはエビ入り餅餃子これエビが好きなんで。あー、なるほどね、はい、エビにはうるさいけどね。エビにはうるさいんで、これはもう、出来物ですけど、おまけとしてそこは料金いただきません。そこはもう料金いただきませんから払ってる側なんだよなお母さんみたいな、もう味見の仕方してるやん早くカキ食べたいわ。カキカキそのままドーンのやつそしてこれもうまそうだな。どう、レア感はいい。いいですね。はいはい、料理人や。はいの2文字。し
師匠見やれてるや、師匠見すんな師匠や、香りで判断しとる師匠がよう分かんねえやっぱお前はお兄ちゃんがやりたいことうるさいのやりたいボケをうるさいのやりたいボケを理解してくれる求めてるツッコミを、はい、うまそうやばガチの飯してるやん、うわ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 肉と野菜がしっかりあるってのはいいですね。さあもうそろそろ完成になりそうです。もういよいよですね。もういよいよです。はい、牡蠣食べたいですね。それ一番一番牡蠣推しじゃないですか最悪ね、やつ。やっぱノージャンは夜集まること多いから、ご飯は大食い企画か料理企画かおしゃれにこだわるね。色合いもいいね。見ておいしい、食べておいしい。お、さすが。聞いておいしい。聞いておいしい。言ってる。こんなラッパーの姿見れないですからね、普段よっしゃさあ、できました。できました。ローストビーフ、蒸し野菜を添えて。うまそう。玉ねぎ忘れとるよ。あー、忘れとった玉ねぎ忘れとるよ。玉ねぎ忘れとったわ。玉ねぎ忘れとった。せっかく切ってたのに。そう、一番に切ったよね。まあいいよ、これなくても美味しいんで。うわ絶対うまいやん。ケケのメイン、はい、親子丼の完成です。レベル高いな。うまそう。完成しました。完成しました。うまそう。まず渋ジャパさんに、まず食べてもらって。勝負ですからね、これって。忘れてます。忘れてます。いやもう勝負どころじゃないよこんだけうまそうなやつがいいの、逆に俺から食べちゃって。はい、お願いします。じゃあ申し訳ないですけれども、できた順からちょっと食べていきますか。はい。 KK のうまそうだな。ブリの照り焼き。ブリの照り焼き、いただきます。どうぞ。うわ柔らか。お口に合いますでしょうか。いや、今まで食べたブリの照り焼きの中で一番うまいわ。マジっすか。マジでうまい。そんな、いや、ほんとにマジっす。マジでうまい。マジっす。ほんとにうまい。確かにこれめちゃめちゃうまいわ。めちゃめちゃうまい、これめっちゃ柔らかいっすね。うん、めっちゃ柔らかい。あ、めっちゃうまいわ。めっちゃうまい、これマジでめっちゃうまいっす。これマジでうまい。マジでめっちゃうまいわ。一番かもしれない、その日本で日本で今までブリの照り焼き作ってきた中で一番かもしれない。これ多分、いや大げさでしょ、ちょっとあの、そう、俺も心の中で、あ、渋ジャパさんちょっとオーバーにやってくれとるわって思いながら見よったんだけど、マジでうまいわこれ。マジでうまいこれ。続いて、タイガが作った肉いきますね。これはすごいよ、本当に。女子会とかするときにメインで出てくるやつだよね、これは。じゃあいただきます。はい。次元が違うわその本当にステーキとか肉をしてる店で出てくるような味。マジでうまい。嬉しい。バルですよね。バル、うん、みちょぱさんが結構、うん、あ、うまっ。次、一旦じゃあ牡蠣行かない、行かない一旦。これはもう普通に買って、まあ、この時期でもあるんだね、牡蠣ね。ですね。2人がまあ広島出身だからね。はい。水しっかり切ってから出た。牡蠣出すね。あります。兄の牡蠣が自分の拳につくこと。じゃあ次、はい、まあ、スープいきますか。はい。これはなんかエビのシューマイみたいな。そうです。エビもち餃子っていうのがあって。うん。ささっと作れるでしょ、これ。うまい。これ何で作ったの？これベースはコンソメスープですね。最後にごま油を入れて、ちょっと中華風に。ああ、最後これいっちゃいます。最後、いってください。大飯じゃん。大飯。親子丼ね。いただきます。はい。うん、うん、間違いないよねその、安心する美味しさみたいな。家のレベルは超えてる。マジっすか。そう玉ねぎだけ入れ忘れたんだよ。そう、玉ねぎだけ入れ忘れた全部うまいわ。違いです。うまいよね。めっちゃうまい。残す人おるけんね。おるよね。あと、有頭エビの有頭もね。有頭もね。頭もくれ、しゅがましてくれ。ノーデュール躊躇させてくれ。ちょっと普通に食べていく。そうですね。とりあえずじゃあ、とりあえずちょっと普通に食していきましょう。よいしょ。完食しました。お疲れ様でーす。そうです。3人でちょうどよかったっす、ね。ちょうどいい。ちょうどいい。ちょうどいい。メインですよね、ここからが。ここから。そうか、安定が。安定がありますから。つけづらいな。いや、もう本当に勝負っていう次元は超えてるかな、もう。判定とかおこがましいぐらいな感じで。まあ、あえて判定するとしたらでいい。はい、はい。本当にこんだけ美味しく作ってもらって。
もう俺何もしてないだけだからこんだけ作ってもらって判定するのすごいおこがましいんだけども、あえて作れるとしたら、はい、じゃあ目つぶってもらって手を挙げます。勝者の人の手を打って、勝者は KK です。よっしゃやったやった、初めてかもしれないけどお兄ちゃんに何か勝つってこれはね、まあもう分かってると思うんだけどブリの照り焼きがブリの照り焼きが日本一ブリの照り焼きが日本一総じて本当に98点ぐらいのレベル、100点満点だったら全部もうほぼ100点みたいな、だこれだけ320点ぐらいブリ照りがなんか次元違いましたね、次元違うビビってね、ビビった食ったことないのこんなうまいブリ照り本当に視聴者さん伝わってないかもしれないけど、うん、マジでそれぐらいうまい。この機会があったら皆さんに機会あるかどうかわかんないですけどいやでも本当にどれもうまかった、しびれさんのちゃんと食生活をね俺らが支えていく、はい、確かに手料理ってやっぱいいねいいですね、たまにこうに作って食べると、うん、泥まみれの人がこんな美味しいブリ照り作ると思わなかった泥まみれの人が